開発者が語るデラックスエクスデバイザーの秘密。本日は株式会社バンダイのジョさんにお越しいただきました。それではジョさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社バンダイでこのウルトラマン X の玩具の企画開発を担当させていただいています。今回はこのデラックスエクスデバイザーをご紹介します。ありがとうございます。それでは早速もうたくさんお話を伺っていきたいんですが、実はもうすでにデラックスエクスデバイザーで遊んでくれているご家族の VTR をご用意いたしました。それではご覧ください。気に入っているのか、すごくよく遊んでますね。ウルトラマン X が画面出てきているのがまたたまらないんでしょうね。出かけるときはもう必ず持っていきたいって言ってますから。今までもいろいろなおもちゃを持ってたんですが、これは本当に気に入ってるんですよ。夢中になって変身して完全になりきってるんですよ。アクション！それが親として見ていても微笑ましいですね。かわいい変身でしたね。いかがでしたか？いや、迫力のある変身シーンでしたね。そうですよね。このように実際楽しんで遊んでいるのを見ると、はい、開発者として非常に嬉しいです。そうですよね。今のお友達はこうかっこよく変身シーンを決めてくれましたが、実はデラックスエクスデバイザーには変身アクション以外にも楽しみ方があるんですよね。そうなんです。デラックスエクスデバイザーの一番のポイントはサイバーカード遊びです。ウルトラマン X グッズについているサイバーカード全てに対応しております。例えばこういった人形、食品玩具、アパレルグッズ、さらにこのカードセット、全てサイバーカードがついてます。そうなんですね。せっかくなので実際にやってみましょう。やったー、お願いします。どれにしようかな。ではまずこのサイバーゴマラでいきましょう。サイバーゴマラロードします。サイバーゴマラアーマーアクティブ。ゴモラアーマーの音だ。おお、必殺技のゴモラ振動波も再現できちゃうんですね。次はヒーローのカードにしてみましょう。ではこのウルトラマンマックスのカードにしましょう。はい、歴代のウルトラ戦士の力もロードできるんですね。マックスのかっこいい光線だ。さらにですね、はい、ボタンを押すとウルトラマン X といろいろ会話遊びもできるんですよ。おしゃべりもできちゃうんですか？そうです。ユナイトして一緒に戦ってる感じがしますね。そんなデラックスエクスデバイザーには他にも注目のギミックがあるんですよね。そうなんです。それはこちら。わー、すごい、こんなにたくさんスパークドールズが。はい、実際このデラックスエクスデバイザーはいろんなスパークドールズに対応しています。おお。では実際やってみましょう。はい、まず怪獣のガウディクションモードです。巨大怪獣ゴモラですね。鳴き声まで鳴るんだ。
次はこの怪獣にしましょう。収録されているんですね。さらに怪獣とトレーニングモードも楽しめます。トレーニングですか？はい、トレーニングモードへ移行します。 EX レッドキングパワーアップ。あ、やったー、パワーアップ成功しました。はい、このように成功したり失敗したりするような仕掛けも楽しんでいただければと思います。今度はウルトラマンがたくさん。はい、次はウルトラマンの解析モードです。ウルトラマンも解析できちゃうんですか？もちろん。ではやってみましょう。はい、ウルトラ7の変身音ですね。はい、全てのウルトラマンのスパークドールズが使えます。ここでボタンを押すとクイズもできるんです。クイズも？ウルトラ7は光の国の出身ですか？ここで正解するとウルトラヒーローの声を聞くこともできます。おお、そうなんですね。いやー、これはテンション高まりますね。もうデラックス X デバイザー最高です。でもこれだけすごいアイテムを作るとなると、やっぱり開発秘話があったりとか苦労したことなんていうのもあるんじゃないですか？はい、実際番組に登場しているヒーローや怪獣とは別に登場してない怪獣とヒーローの音声合計800種類ぐらい中に入っております。800種類。はい、まだまだたくさん隠れてる種類もありますので、ぜひこれから長く楽しんでいただけるとなるほど。じゃあまだ秘密の音声も全部聞くまで、もうデラックス X デバイザー手から離せませんね。それではジョさん、今日はたくさんのお話本当にありがとうございました。ありがとうございました。デラックス X デバイザーは全国のおもちゃ屋さんにて好評発売中です。お誕生日やクリスマスにぜひお求めください。 X デバイザー、私はウルトラマン X だ。行くぜ X、 今すぐユナイトだ。スパークドールズをリードしてウルトラマン X に変身。ウルトラマン X とユナイトします。 X だ、 X ユナイテッド。さらにカードで。頼むぞゴモラ。サイバーゴモラロードします。サイバーカードでアーマーチェンジ。デラックス X デバイザー、読み込んで遊ぼう。新ウルトラマン列伝テレビ東京系にて毎週火曜日夕方6時から好評放送中。新たなウルトラマン、その名は X。 絶対に見てくれよな。